幕張新都心幕張ベータウン。幕張ベータウンは、千葉県千葉市三浜空歌瀬の集合住宅群。西欧風のデザインに統一され、電線類地中華や廃棄物空気輸送システムを採用している。個々の建築物や地区において、グッドデザイン賞、b c s 賞、日本建築学会賞等を受賞し、日本建築家協会優秀建築戦等にも、 選定されている。幕張ベータウンのマンション群幕張ベータウン、幕張ベータウンの所在地幕張海浜公園より、超高層マンションを望む海浜ニュータウンの幕張英地区として計画された地域の一部で、幕張新都心の中心部から東側に位置する。JR 海浜幕張駅南口から東へ進み、幕張海浜公園を越えた先一帯に広がる。 入居開始は1995年より行われており、今までに9400戸が供給され、約25400人が住む町となっている。町開き当初から住民に町づくりへ関心が高く、マクハリベイタウンコアなど住民参加、公開原則で意欲的な取り組みがなされてきた。充実したコミュニティは町の賑わいを生み出す大きな役割を担っており、 住民の自発的な発案によるベータウン祭りをはじめ数々のイベントが開催されている。魅力的なアーバンデザインと新しい時代の社会的ニーズやライフスタイルに対応した快適な居住環境の実現を目指した本格的な都心型住宅の準備を進め、住棟を街路沿いに配列した沿道型建築都市、低層部に商業、業務系施設を配置することで、 町の賑わいを創出している。また、官民パートナーシップのもとに、住宅事業者と連携して、町づくりを推進している。公園などには、千葉市シェアサイクルのステーションも配置されている。幕張ベータウンエリアから JR 京葉線を挟んだ、向かい側には、幕張ベーパークの開発が進む。南仏風デザインのパティオス18番街、ベータウンモールは、幕張ベータウン内の商店街。 三浜プロムナードを中心として、主に集合住宅であるパティオス、グランパティオス、マリンフォート、ミラマールの低層部に商業、業務系施設を配置しており、商店街機能を果たしている。スーパーマーケット、コンビニエンスストア、レストラン、カフェ、診療所、薬局、郵便局、銀行、学習塾、美容所、クリーニング所などの店舗が並ぶ。 お散歩気分でショッピングができる街として、商店街振興組合法により、幕張ベータウン商店街振興組合が構成されており、ベータウン夏祭り、クリスマスイルミネーション、ベータウン朝市を主催するほか、ベータウンブランドを開発、販売している。歌瀬公園は、幕張ベータウンの各外区に位置する公園。歌瀬1丁目から3丁目公園。 歌瀬第1から第7公園にて構成されており、千葉市三浜公園緑地事務所が管理している。広々とした歌瀬一丁目公園や、ポケットパークのような歌瀬第2公園、遊具や公衆便所が整備された歌瀬第3公園、起伏を持つ歌瀬第5公園など、幕張ベータウンの街並みに合わせて、それぞれに特徴がある。また、各公園に通称が設定されている。例として、 宇多瀬三丁目公園は通称スポーツパークとも称されており、野球場、テニスコート、バスケットボールコートが整備されている。宇多瀬第三緑地、宇多瀬緑地は幕張ベータウンの格外区に位置する緑地。宇多瀬第一から第三緑地にて構成されており、千葉市三浜公園緑地事務所が管理している。アメニティ豊かな都市環境として、地区内に緑地が整備されている。 花見川沿いの緑地は、花見川緑地交通公園である。マリンデッキより、三浜プロムナードを望む左から、グランアクシブ、エリスト、シティズフォート海浜大通りから、幕張ビーチテラスを望む院は、建築基準法、第20条第1号に基づく60メートル以上の建築物。千葉市立三浜打た瀬小学校千葉市立打た瀬小学校幕張ベータ運内の道路は、 宝角設計に配置されている。三浜プロムナードは、道線の中でも中心部に位置し、幕張海浜公園のマリンデッキから花見川、交通公園までのほとんどの区間が石畳舗装となっており、幕張ベータウンのメインストリートとして商店街機能を果たしている。ベータウン内の富士見通りとメッセオ通りは二千五年十一月二十日に、千葉ロッテマリーンズの優勝パレードで使われ、 優勝パレードがスタートした富士見通りは、同地区に住んでいたボビー・バレンタイン監督の名にちなんで2006年、バレンタイン通りに改称された。また、三浜プロムナードと、歌関田通り、メッセ大通りは2010年11月21日に、千葉ロッテ・マリーンズの優勝パレードで使われた。マクハリベータウンの道路、愛州一覧セントラルパークイースト、 マクハリパークタワー2003年にはマクハリベータウンのセントラルパークがグッドデザイン賞を受賞している。以下、マクハリベータウン内における建築物などの受賞歴一覧。ありがとうございます。